チャンネルラジオをご覧の皆さん、こんにちは。赤尾由美のネットで辻舌法でございます。で、6回目なんですけれども、今更ながらですけど、愛のよく赤尾瓶ということで、ちょっとおじの話をさせていただきたいと思います。というのはですね、私いまだにまだもしかして赤尾瓶さんの関係者の方ですかって聞かれる場合があって、そうですとか言うと、ああやっぱりっていうようなね、やり取りも まだあるので、ちょっと6回目にはたと気づいたんですね。最初にこれを言うとこがいいだったかなとで、タイトルもですね、まあ、これはもうね、事務局の栗山さんが考えていただいたんですが、まあ、ネットで辻舌法ということなんで、まあ、辻舌法って言ってですね、こうなんかこう私のような若輩者が大変こう上から目線で申し訳ないんですけども、まあ、おじがやってたことが、まあ、辻舌法でしたので、まあ、おじさんにちょっと お借りしてですね、そのタイトルを付けさせていただいたということです。で、愛国党の中ではですね、実はその結構厳しい決まりがあって、おじが話すときは辻舌法って言ったんですけども、党員が話すときはお訴えっていうふうにこう区別したんですね。なので本来私の場合はお訴えっていうことになるんですけども、まあ名医ということで勘弁していただいて、辻舌法っていう形で、毎回ですね、筋書きのないなんか原稿のない好き勝手なことを、ベラベラと、おじの真似して、話させていただいてます。あとその、お子さんですかとか、お孫さんですかという誤解もいろいろあるんですけれども、名に当たります。で、私の父が四郎と言って、その赤尾家の中では四男だったんですね。で、おじが長男だったんですけども、そこでだから瓶さんと私の父は20離れてたんですね。随分年の離れた兄弟だった。まあ昔はね、いっぱいこう兄弟がいて、上と下って結構離れてたんですけども、まあ瓶とうちの父も20離れてて、で、私は父が45の時の子ですので、まあ本当にこう世代で言うとおじいちゃんぐらいの感じなんですが、まあおじいということなんですね。父の兄ということになります。でおじはですね、まあこのタイトルにもあるように、まあ右翼と呼ばれました。で、実はこのタイトルもちょっといわくつきででして、私としてはこうタイトルに右翼って使いたくないなっていうふうに思っていたんですね。で、要は今の右翼ってなんかはぁみたいな、ね、感じで、私的にはちょっとこう受け入れられないような感じなので、で、いろいろ誤解もありますし、今こうなんていうかエセ右翼みたいなのもいっぱいいますので、そういった意味でこのタイトルはちょっとどうかなと思ったんですが、やっぱりもうおじが亡くなって28年ぐらいになりますかね。なので、もうし名前も知らない人がいると、もう、まあ、若い皆さんは名前も知らないということで、まあ、タイトルにやっぱりそれなりの肩書きをサクッと入れないと分かりにくいと。で、しかもだけど皆さんが思ってるような右翼じゃなくて、愛があったんだよっていうことで愛の右翼っていう風になったんですね。で、サブタイトルはですね、91歳の生涯で3万回以上の辻舌法を行った伝説の右翼というね、非常に説明チックな長いサブタイトルがついてるんですけども、まあこれもですね、おじいの生き方を一つサクッと表したことだと思うんですね。明治生まれで、平成2年に亡くなって、91歳で亡くなったんですけども、その91歳の誕生日の日に最後の辻舌法を銀座のすき家橋でやってですね、それで、その3週間後ぐらいに亡くなったという、まあ本当にもう三度の飯よりも辻舌法みたいな形でおじは活動していました。で、まあ詳しくは、まあ、こちらの、ね、本を読んでいただけばいいんですけども、ざっとおじのことを紹介しますと、もともとは名古屋に生まれた人で、ピンの父親、つまり私のおじいちゃんはですね、名古屋で商売やってました。で、まあ、そこそこなんか当時は裕福だったらしいんですけども、17歳の時に結核にかかって、三宅島、東京の三宅島に療養してきたっていうことが、まあ、この活動に入った始まりだったみたいなんですが、その時にですね、まあ
私のおじいちゃんが手広く商売をやっていたので、三宅島にもなんかその遠洋漁業の拠点とかあるいは牧場とかいろいろやってたらしいんですね。なのでそこに長男のビンさんを療養に行かして、でいろいろこうゆっくりしてたら、まあ、元気になったと。で元気になったらじゃあ今度どうするかっていうとですね、みんなで仲良く働いて、みんなで分け前を等しく分けて、そういうユートピアみたいなものを作ろうっていうふうに若きおじは思ったそうなんですね。で17歳で三宅島に渡って、多分それいろいろこう治ってそういうことを妄想し出したのが19歳ぐらいだと思うんですけども、まあその若きこうね正義感あふれる青年は、まあ、そんなユートピアを目指していろいろやってたんですが、まあ悪い大人に騙されてその計画が頓挫してしまって、でこのままじゃダメだと、じゃあ東京行ってもうちょっと活動し直そうっていうところで、なぜかわからないけどなんかこうみんなで仲良く働いて、みんなでこう平等に分かち合ってっていうところからですね、ちょっと左翼系の活動に行っちゃったんですね。で何でしょうね、若い時ってやっぱそういう正義感ってこう自然発生的に出るのか、当時もだから大正時代ですよ、当時だからやっぱこうね、いろんな社会のいろんな動きがあって、いろんな不平等とかもあって、若き赤尾瓶青年はその辺こう不満足に思って、なぜか東京へ行った時に左翼活動に走ってしまって、でまあ左翼活動家としてブイブイ言わしたと。でそうこうしてるうちに、まあ、ちょっとしたトラブルがあって牢屋に入っちゃったんですね。で牢屋に入った時にまあ、やっぱり仲間の裏切りとかいろんなことをこうがあって、であとまあ牢屋暇だから本とかもいっぱい読んで、そして牢屋の中で左から右に転校したっていうふうに言われてるんです。でただこうおじの言ってることやってることをこうずっと一貫して聞くとですね、91歳の本当晩年の時もですね、みんなで仲良く働いて、みんなで仲良くこう暮らしていきましょうっていう、そういう平等主義的なところっていうのはですねブレてないんですね。ただそのなんでじゃあ左から右と言われるようになったのかというと、まあ、その中心に天皇陛下がいらっしゃるかいらっしゃらないかっていうところで、まあ牢屋から出てきた後は右翼の活動家というふうに言われるようになりました。でその後は、まあ、右翼の活動家としていろいろこう暴れたり何したりかにしたりいろいろ活動してたみたいですけども、でそうこうしてるうちに戦争になっちゃうわけですよ。で戦争中の、にも選挙があったわけですね、まあ、ただし戦争中で、まあこうまあ、緊急事態ということで翼賛選挙というふうに言われて、その、翼賛会という、まあ、要は政府、まあ、今で言えばその自民党みたいなものですねが推薦したものでなければこうなんか選挙出れませんよみたいな、そんなような翼賛選挙というのが戦争中ありまして、で そうするとですね、またおじはですね、そんなのおかしいじゃないかみたいな言い出して、非推薦でというか、まあ、翼賛会の推薦なしでこういろいろこう選挙をやりだしたと。でそうするとですね、当時はネットとかないにもかかわらず、もう朝から晩までこう街頭で喋ってるとですね、当時の人たちも確かにこの選挙は不公平でおかしいみたいなことで、なんとびっくりなことに衆議院議員に当選してしまうわけですね。でそれがですね、推しの人生でたった1回の当選ということになります。なので、まあ私はですね、どっちかっていうと、おじを右翼っていうふうに呼ばれるよりは元衆議院議員っていうふうに呼んでいただきたいなというふうに思ったりするんですね。でその衆議院議員の時に、まあ、いろんな有名な発言をして、まあそれなりに活動はしたんですけれども、最後の方はやっぱりこう窓際族みたいになって終戦を迎えたと。でそして公職追放になって、まあ、しばらく活動ができなかったわけですけども、まあ、日本が独立するちょっと1年前ですかね、追放が解除されて、で、いよいよ愛国党というのを立ち上げたと。
でそれがなんとその、まあ、あの今の私とほぼ同世代の時の、まあ、おじが52歳の時に愛国党を立ち上げて、で今度昭和時代にまた右翼の活動家としてガーっていろいろやるわけですね。なのでまああのその世代によっておじ、おじのどういうところを皆さんご存知なのかなっていうふうに思うんですけども、あのもうさすがにこう議員当時のおじを知ってる方っていうのは今誰も一人もいないので、あのやっぱりこう晩年おじがあの街宣車の上に乗ってああだこうだってこう辻鉄砲をやっていったっていう姿を皆さんこう私にかぶせてくださって大変ありがたいことに、はい、おじさんの話よく聞いたよとかですね、おじさんの話のおかげで僕はなんかあの左翼にならず愛国に目が覚めましたとかですね、そういうふうに言ってくださる方もたくさんいてですね、あるいはなんかあの時は何言ってるんだかよく分からなかったんだけど、まあ、今こうネットとかで見るとなあのすごいいいことを言ってたっていうのを改めて思いますとかですね、いろんなことをこう本当にこう懐かしそうにこうあの当時を思い返しながらこうあの、まあ、特にやっぱり年配の方多いんですけども、すごくこういやおじさんの話よく聞いたよっていうふうにあの言っていただいてるので、まあ私は当然その、まあ、おじの足元にも及びませんし、もう全然こうキャラ的に違うんですけども、顔が似てるねとか言われることもありまして、まあまあこんなことをですね親戚代表でやっているということです。なぜかあの一応ですね愛国党はあの長男の道彦っていうものが継いだんですけども、まあ、名前だけ継いでて今実質愛国党の活動はしていませんので、あの私がですね、まあ、親戚代表で、まあ、こんなような本を書いてですね、おじのいろんな誤解を解いたということです。まあ、あの私ジャーナリストじゃなくてただの、 あの親戚ですので、すごくこうひいき目に書いてあります、まあ、ということであの、まあ、後半はですね、まあ、この本をまた書いたいきさつとか、実は昨年私も選挙に出ましたっていうようないきさつもまたお話ししたいと思います。以上です。ありがとうございます。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、西橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは、前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。